はい、なんでございましょう。なんかもらえるんすか。いや僕は何も使ったことないです。あの YouTuber みたいにこう後ろに手をですね、こうですね。ああ、上手です。エクシードさんのこれはちなみに何になるんですか。これはですね、はい、サンダーボルトガンマって言って、ガンマ中にあのチップコンデンサーが100個入ってるんですよ。100個、この大きさにですか。この大きさが、へえ、あ、チップコンデンサーなんでちっちゃいんですね、はい、はいはい、で50個50個両面に100個入ってる、はい、これを何につけるんですか。今日はサーボのところとジャイロのところ、サーボとジャイロの間、要は最近のもうこのメカって性能が良くなって、はいはい、電気クールになってますよね。うん、で、ところがこっちは全部そのメーカーさん努力で良くなってるんですけど、うん、受信機からのその出力って変わってないんですよ。うん、そうですね。なんでこのこっちのメカが降ってる分をこれで補う。あ、キャパシタっていうことですか。そうですそうです。はい、なんですけど、このキャパシタは要は極性がない。プラスマイナスはこれどっちにつないでもいいですよ。へぇーっていうキャパシタなんで、あの容量を増やして補うっていうのもあるんですけど、はい、それよりもノイズ取りとその元々のこの人たちの性能を出すっていう意味合いのものなんです。ノイズをカウンセルする、はい、ノイズ取りの元々あの回路なんかの電源回路なんかのプラスとマイナスの間に入れるコンデンサーがある、はいはいはい、あれがこれなんですよ。でそれが数がいっぱい入ってるんで容量が増える。あ、じゃあ電気を流すわけではないってことですか。いや、電気流します、もちろんこの中に流れる。キャパシタにもなってる、はい、はい、だからコンデンサーの普通のコンデンサーと同じ役目もするんです。一回通して出てきた電気にはノイズ除去が入って、はい、そうですね、キャパシタの性能が入ってくるってことですね。はい、これをちょっと試してます。効果としてはどういうことを考えられる。ですね、単純に操作した時の感じとしては、はい、フロントが強くなる。へえ。要は打がしっかり効くようになる。打が効く。サーボの本来の性能を使える。しっかり信号がサーボに、そうです。信号通りに行けるっていうことですかね。一回電源切ってもらって。この受信機と受信機とジャイロの間にまずこの中継のケーブルを入れてあるんですよね。じゃあジャイロに行く前のところに割り込ませるって感じですか。そうですね、そうですね。で、でこのまま戻して、なんか僕の知らないうちにこそっとつけといてもらいたかったですね。ああ、しまった。本当ですね。そうですね。まあ、でもまだよく効果よく分かってないんで。この配線を1チャンネルとジャイロの間にはめ割り込ませて、そこから出てきてる、カプラーにこれをつなぐだけですね。まあ、これで本当に変わるんでしょうか。カプラーっていうか、つながってるところに要は出し入れしてる状態ってことですね。あ、そうですね。同じところから元には戻して入ってるんだけど、元に戻してるときにその間から割り込ませる。そのときに電圧とそのノイズ除去みたいなのをして戻してるっていうことですね。
ボールに対して反射がこう適正に当たろうって感じがすごい感じがしてそれでこうフロントの接地感が上がる感じがしますね。車のフロントに対してこう正確に自由に動くジャイロを仕事してるって感じですね。ジャイロに電圧が安定するような感じですね。これあのサーボはアマゾンで3800円で売ってるサーボなんで、それは関係ないまあそれでも全然やっぱ効果があるってことですよね。ついてるかついてないか分かりますか？フィーリングで。そうね、音が出ないですね。紙パックはついてない。まあですね、まだ飲みきってないんで。ユニュアルソニア、これはついてないです。そうですね、もう抜くだけでいいからですね。じゃあ、抜いてもらっていい？ユニさん、違いが分かるちゃんとコメントを考えといてください。違いの分かるかっこいい。まだ今のところかっこいいですからね。さあどんなコメントが。で今長さん外したと見せかけてついてるかもしれないですからね。そこで分かりやすい。いやいやいや、それやらせじゃないですか。何も喋らない。リアルに落ちた。真面目にコメントをいただいていいですか？さっきの。いや、もうわかるよ。わかるよね。あ、おう。わかる。だね。フロントの通っている場所が違いますよ。繋いでみてもらっていいですか？これあの動画撮ってるとすごい分かりやすいです。やっぱそのオーバーステアになっていくと思ったらもっと分かりやすい。まだと思いますけど。フロントの行く方向というか道筋というかラインがちょっとあのつけてた方が滑らか。全体の入りが滑らかなんですよ。この振り返しとかも前軸の後ろ振り子みたいな動きが少なくなってるというか、フロントもちゃんと外側に置いとくんですね。フロントがちゃんとなんですか、円弧が違うというか、フロントが走っていく。そうですね、あの車全体が走ってるラインは一緒なんだけど、フロントが通る
場所が違ってきてるのは間違いないですね。そういう時とか。でも多分つけた状態っていうのが本来のことじゃないですか。ちっちゃいところが分かりやすいですよね。しっとり、全体的にしっとり落ち着きがあるような感じで、これをつけることでサーフみたいな性能は絶対上がらないんです、うん、そうですね、年内の性能が入る、はいはい、もしくは A さんの演技がめちゃめちゃ上手何もだって食べてくれないですもんごめん何年やってると思ってるんですかって言ってたけど一言も出ないっていうどうなんですか、え、演技なんですか実際。俺が演技だったら大したもん、いや大したもんですよね、相当腕がいいそれしか言ってないあのレビューをお願いしたいんですけどね見た感じが違いますね確かにちょっとフロントをあのステアリングを大きく大きめ多めちょっとオーバーアクション気味でちょっと動かしてみてください落ち着いたっていうことは動かしていいっていうことですもんね何年やってると思ってるんですかね落ち着いたからって言って落ち着いたまんまだったらつけてもいいなよみたいなこの効果をそうですこの効果をいかに生かすかがやっぱその何年やってきたんですかの何年やってると思ってるいや、絶対俺次の編集大体想像できないですよね。失礼。今ダイソーよりも西牟田のスポンジの方がいいんじゃないですか。あとで。コメントだけ別撮りするああ、そうですね何年やってると思ってるんだで、これ全部流すんですよ、今の会話も何年やってると思ってるんだあ、いいですね何のために言ってると思うんですかいいですね、いいですね。もうちょっといけると思いますよ、A3 レベルは。ギリギリ攻めていいと思います。お、いいね、いいね、いいね。踏んで。これで一回抜いて、同じ走りをして、今、ライブ抜いて、無茶な走りギリギリ攻めてくださいなんかパキッと感は確かに出るけどたびにドキドキってしてる感じですよね。だからある意味そのこの何ですかね不安定感のドキドキ感を出そうと思ったら外せばいいっていうことですね。ただやっぱりあのみんなで走るとか安定していきたいっていう時はつなげれればいいっていうことで。ちなみに寿命とかあるんですか。ね、
回数、まあ時間ですね、要は。ああ、時間。トンネルなんで、目はありますけど、なんだったかな、もう、多分、自分たちがしてる間には、うんうん、全然、もうその何百回とかっていうレベルじゃないってことですね。あ、でもそういう、そのドキドキ感を求めてるギャラリーもいるかもしれないからね。本当ですか？なんかちょっと 演技に見えてきたんですけど。ちょっと A さんの演技、役者ですね。本当にめちゃめちゃ変わったように。だここで一言こうコメント欲しいですね。そんなことなくて本気でやってるんですよっていうコメントを一つで。私こんなね。フロントがなんていうんですかね、こう描く円弧がラインが全然違いますよね。はい。そんなにバラついてるってことなんですか？まあ、考え方によってはメーカーさんの本来の性能が使えてない。うん、メーカーさんの本来の性能が使えてない。本人に続く旅行対象。その時にアンダーになろうとしたらハンドルジャイロが戻そうとする。戻そうとするからカウンター足さないといけない方にちょっと。だからぶら下げてない方がよりわかるかもしれないです。サーブを。ああ、そうですね。はい。はい。これでなんか、半身のちょっと軽減される。そうですね。無駄に動いてる分が動かなくなるかもですね。だから早く動いてるっていう感じじゃないんですよね。感じじゃないですよね。だから性能が上がるんじゃないですか。ちゃんと機能するっていう。で、A さんがさっき言われてました。僕と一緒だ。が出ないですね。それをさっき言ってもらいたかった。ちょっとまだ半信半疑なんですよ、 A さん。 A さんの演技は、うん、だ A さん自分の車でちょっと一回試してもらいたいんですけど。いや、そんな顔全然。いや、もう今一回見せちゃいかん。お恥ずかしいところ。もうスポンジはもう公開されてるから。あ、スポンジついてない。もうない。え、卒業したんですか？はい、もうボディだけの。卒業したんですか？これを。あ、そっかそっか。サーブを左の入ってるところに刺して、でこれに、もしかしたら 100% でいけるってことですかね。いや、どうだろう。
もう一周いきましょう。コーナーに飛び込んだ時が違う。一瞬待つのにまだ来た、一瞬待つ必要があったのが立ち上がりが早くなって、一瞬こう待たないから、待ってたらって言えないかな、この状態だったら待たんでも。ということは本当はなんか知ってる、なんか知ってる、しっかり残ってる。なるほど、ちゃんと仕事をしてるっていう感じですね。いや、喋ったらダメ。多分そのまま流すと思う。いいところ繋いでもらう。今のところは、僕は自宅困るのか、繋いで繋いでってやるときはやっぱ編集でやっぱりフロントの通る軌道が違いますよね。なんかもうあの今まではフロントが置いていかれて後ろが先に行っちゃいそうなときは、フロントもちゃんとそっちに頭が入っていくというか、吉田さんみたいな、今の説明しきらんな。いやいや、言葉にできてな、その撮影してたらすごいそれが分かるんですよ。見た方が、追ってるとの頭がちゃんと行こうとしてるんで、追いやすいですね、はい。車がちゃんと一つの塊で流れに沿っていくための方向に頭が行くようになってるっていうんですかね。かこことかでも、ここで頭こっち行くなって思う感じを振り返した時点では頭がちゃんとそっちに反応してるんです。それがステアリングが速く動いてるっていう感じでもないんですよね。これを速く動かすためにモーションの手前の切り込みでフロントに軸を作るために一回グッと切り込む量をしっかり入れてやって投げるとパキッと向きが変わる。でおそらくそれがしやすくなってるはずなんで、今まで通りの操作をするとダラーダラーっていう動きになるけど、まあ、A さんぐらいやっぱもう、なるほど、歴が長い方だとちょっとじゃあそれを一回フロントちょっと引っ掛けるイメージ。モーションの時にフロントを引っ掛ける、そうそう、イメージ、イメージ。だからフロントで曲げるイメージ。回したい軸を作って投げてフロントも一緒に飛ばすみたいな。喋らない。だから八の字のやっててダラダラっていう八の字じゃなくて、パキッと飛ばす足の字をするような感じの投げ方というか、投げて飛ばす、そう。ああ、今のでも分かりやすいですね。そうあれが多分やりやすくなるというか、安心してやれるような反応をしてるような感じに見えますね。さすがや。どういうことですか。いや、何も喋らない方が今かっこいい絵になってます。喋るけど今みたいにアクセルで行ってるとダラーってなるんですけど、ちゃんとこっちで右に一回右に切り込んで左にフロントを飛ばすみたいな動きを安定してできるようになってるように見える。だからここでも一緒ですよね。左に切り込む量が今のでもそうそう、うん、モーションの時に左に一回グッと切り込んで投げるじゃないですか、右に投げるじゃないですか、左にグッと切り込んで投げる、その左が今までよりも安心して切り込めますよね。うん、そう1コーナーの入りがでついてない時はそれをしなくても後ろが先に追い越そうとするじゃないですか。
わかります、うん、だその端コントロールがしっかりできるんで、もっと1コーナーアウトいっぱいに車全体を飛ばせると思うんですよね、A3 レベルになると。一回ちょっと戻ってきたら、かっこいいやつを一回決めて、はい、もう一発で決まるんで、ちょっと待ちください。はい、いいですね。あと、速度も速く決めてる。そうですね。前回も A3 特集だった。いいっすね。絶対スポンジ特集だよ。そうです、A3 のスポンジ特集。ダイソーのスポンジ特集。いいんですよ、走りがかっこよければいいんですよね。てる感じがありますよね、1店舗。その分待たないとギアのタイヤのグリップの回復を待つ時間が長いというか、そこはさっき言うのがテンパだ。ケツを振って振りすぎているっていう、振っていくっていうか、前が置いてかれてる感じがしますよね。やっぱ前が強いですか。ちゃんとその進行方向じゃないけど、ちゃんと仕事をしようとしてるんですね。してるモーメントの方向がフロントとリアの方向が違うというか、でもかっこいいのはかっこいいですけどね。さすが A さん、かっこいいのはかっこいい。うぃー、踏んで最後に一番かっこいいやつを。最後にとか言うから。構えちゃった。期待通り。期待通り。ユータプロの実写。ユータプロ。全然変わります。